こんにちは、タケです。タケのヘアサロンの内緒話です。この動画は、お客様の知らない話やヘアサロンの情報などをお送りしてます。ヘアサロンの疑問や質問があれば、下の方にコメントください。質問の参考にさせていただきたいと思います。今日のテーマは、ヘアサロンに行くときにヒゲを剃った方がいいのですね。またそのなんか Facebook 仲間がちょっと質問くれたんで、それをあの参考にしてもらおうと思って、その文章なんですけど、質問ですけどね、そのまま言いますね。ヘアサロンでカットしてシェービングしてくれるけど、行く前は自分でヒゲ剃りをしていった方がいいの、していかなくてもいいのっていう質問ですね。基本どちらでもいいんですけど、別にそのなんか伸びたままで、お客さんでやっぱり伸びたままで来るのはどうなんかっていうのを前聞いたことあるんですけど、別に伸びたまま来ても全然 OK です。これ同業者とこれこの件について喋ったことがないんでちょっとわからないですけど、僕的には伸びていってくれた方がやりやすいんですね。伸びていってくることによって結構その要は反り深剃りしやすいんですよね。シェービングって一回その泡立てるじゃないですか。だって一回剃ってからあとも深剃りっていう形にをするんですけど、で一回目のシェービングの泡立てた時のシェービングの時にそのひげが伸び気味の方が深く剃れるんですね。あとの二回目の深剃りの方がちょっと楽になるんですよ。なので僕的にはそのどっちかというともそちらの方が伸びてきた方が僕的にはありがたいんですよね。多分こう聞いたことないんで分からないんです。多分みんな一緒だと思うんですけどね。どちらでも全然気使って剃らなくてもいいし、そのまま来ても全然 OK です。今日の以上ですね。今日の、テーマは、ヘアサロンに行く前にヒゲを剃っていった方がいいよでした。よければこの辺にチャンネル登録あるんで、チャンネル登録してください。お願いします。以上、タケのヘアサロンの内緒話でした。